こんにちは、カルダノエダのファンの皆様。この度ね、桜エクスチェンジビットコインというところでしたかね。まあこういった長い名前の取引所でカルダノエダ取引できるようになりました。つまり上場なんですよね。ビットポイントジャパンに続きまして、この桜エクスチェンジビットコインで、取引ができるようになったことは、まあ我々としてはね、喜びですよね。ずっと悲願だったカルダノエダの上場、まず上場したのがビットトレックスだったですよね。これアメリカの取引所でした。これによってとりあえずは現金にすることができましたけども、その段取りがややこしくてね、まあやってない方もいたんじゃないかなと思うんですよ。そのうちに第二の悲願であるステーキングが始まりまして、これがね、今1年以上ステーキングが続いているということで、今後もすごくね、頼りになる制度でございます。で、この度、ビットポイントジャパンに続きまして、この SEBC でもね、取引ができるようになったと。まあ今後、どこで取引ができるのかちょっとわかりませんけども、チャールズ・フーチンソンさんのツイッターなどを見てるとね、どうもビットフライヤーとかコインチェック、これも近いんじゃないかなって気がするんですよ。まあこういうふうにね、まあマイナーとまで言わないんですけども、通常ビットコインとか、ビットポイントジャパンとかビットボックスとか、こういうところに比べたら、ああ、そんな取引所あったんだね、確かね、っていうふうな規模感の桜エクスチェンジビットコインやね、ビットポイントジャパンで取り扱いが始まるってことは、もうこれね、カルダノエダトップ3のこの暗号資産ですか、言い方いろいろありますよね暗号資産、これをねビットフライヤーとかコインチェックで取り扱わない手はないなっていう風になると思うんですよ。まあ私の予想ですけども、まあ年内はまずまだ情報が入ってないんで無理にしても、2022年にはこういったところでも取引始まるんじゃないですかね。そして手数料がこれだけ取引所が乱立すると、多分ね、手数料の過当競争も起きてくると思うんで、手数料も安くなるんじゃないかなと思うんですよ。つまりね、これいつも思うんですけども、カルダノエダを仮に手に入れたとしても、今日すぐお金が欲しいって人は多分ね、あんまり得しないんですよね。でも待てる人ってのは、多分カルダノの価格も上がるし、もしかしたら取引所の手数料も安くなって得なのかなと思いますね。ということを私はぼーっと考えてるだけですけどね。そして今回ね、動画を送ってくださったナミさん、いつもありがとうございます。私とナミさん同じような情報を発信することがあると思いますけども、それはそれでいいんじゃないですかね。違う方が同じことを言っていることによって説得力も増しますし、まあなんせね、お互いにね、数百万再生とかそんなね、再生数が出ないんで、二人で協力して一つのテーマをやることによって、やっとですね、知らせることができるインパクトになると思いますんで、これからも似た情報、同じ情報、遠慮せずにどんどんやっていきましょう。むしろね、同じ情報に対して様々な見解があるってことによってですね、情報を受け取った方が、まあ、より多くの選択肢を持つことができるんじゃないかなと思います。これからもよろしくお願いします。